はい、皆さんこんにちは。慶應義塾大学言語文化研究所の川原茂人です。今日はお家でできる音韻論と題して漢語の分析を進めていきたいと思います。漢語の分析はですね、本当に頭の中で自分で例を考えていきながら分析が進むので、そういう面白さがあると思います。はい、ですから、この動画ではですね、質問を問いかけていきますので、その都度動画を止めるなどして例を考えながら進めてください。きっと、漢語にこんな法則があるのかと驚くかもしれません。しかもこんなことを自分が知っていたのかと驚くこともあるかもしれません。前回のニセダヌキ汁の例と似ているんですが、私のオリジナルの観察も分析も全くございません。最後に、参考文献を紹介させていただきます。まずは手始めにですね、漢語、つまり音読みの漢字一文字をできるだけ書き出してみてください。で、その読み方をローマ字で書き出してみるといいと思います。何か気づくと思うんですが、いかがでしょうか。はい、では次に進みます。まず制限があるんですね。漢語というのは最長でひらがな2文字です。これだけでも結構意外だなと思う方もいるかもしれません。では、ひらがな2文字の、漢字に注目して、2個目の子音ですね、と2個目の母音に着目してみてください。これ、例を書き出してみると意外な発見があると思います。何かわかりましたでしょうか。はい、進みます。子音と母音の数が非常に少ないんですね、2個目は。2個目に来られるのは、まずは t ですね。あつ、べつ、めつのように。と、k ですね。いく、ちゃく、こく。はい。それ以外の子音は来ることができません。t と k だけなんです。そして母音はですね、先ほどのうと e だけですね。てきとか、りきとか、いちとか、しち、せき。はい。つまり、漢語において2番目の子音は t か k に限られます。そして2番目の母音は、いか、うに限られます。これだけでも、ちょっと意外と感じるのではないでしょうか。はい。次に、先ほど見た2番目の子音母音と、1番目の母音の関係を考えてみてください。具体的には、この表を埋めてみてください。実際の単語で。単語という漢語で。するとまた新たなパターンが浮かび上がってくると思います。はい、よろしいでしょうか。はい、川原が埋めました。基本的にですね、T の漢語はほとんどうです。あつ、こつ、くつ、めつ。で、前の母音がいの時の場合、一とか、なんだこれは。はい。キツのように、イとウ両方来ることができます。はい。K の場合ですね。学、語、福の3つはウですね。で、敵のように、前がエだとイになります。で、前がイだとイキとかイクのように、イ、ウどちらか出てくることができます。まずですね、このように、イとウ両方出てくることがあるのは、前の母音がイの時だけなんですね。で、基本的にウが多いです。ここウですもんね。で、イが出てこられるのは前の母音がエかイの時だけですね。で、音声学を散々私の動画で学んでくださった方は、エとイというのは前舌母音なんだなというのがピンときたかもしれません。そしてイ自体も前舌母音です。このようにですね、前舌母音が出てこられるのは、前舌母音の後だけというような現象は、いろいろな言語で見られます。こういうのを母音調和、ヴァウルハーモニーというんですが、トルコ語なんかが有名ですね。はい、この現象が日本語でも見られるというのは驚きではないでしょうか。で、漢語はこのように音の並び方にかかる制限がとても強いんですが、この制限のことを言語学では、フォノタクティックスと言います。日本語では音素配列論というのかな。ちなみに、ポケモンのポケモネアスティックスはここから、
パクっています。でこのフォノタクティックスなんですが、英語ではかなり綿密に研究されています。で子音もごめんなさい、日本語も子音はたくさん並べられないとかっていうのはあるんですが、漢語においてここまで綿密な仕組みが見られるというのは驚きなのではないでしょうか。はい、次に行きます。今度は漢字2つくっつけた場合を考えてみましょう。別、発の後にいろいろな漢字をくっつけてみてください。それで、小さいつが出てくる場合があるんですね。で、どんな時に出てきて、どんな時に出てこないかというのを、自分なりに表にまとめて考えてみてください。よろしいでしょうか。いきます。はい、まずこの小さいつが出てくる場所ですね。別府、発表、別途、発着、別行、発見、別居、発送、別冊、別種。はい、これ小さいつで作られるこの促音の種類ですね。を見ると、P だとか T だとか中だとか区だとか巣だとか社ですね。つまり、無声の破裂音、摩擦音、そして破殺音ですね。つまり、無声の阻害音です。音所長の動画の時に、阻害音というのが実は音韻的に非常に大事なんだよというふうに強調したのはこういう現象があるからです。で、逆にですね、無声阻害音じゃない場合は小さいつは出てこないんですね。別場合は別場合になりません。発動は発動になりません。発が別像、発明、発能、発令、別用、別音。そうですね。有声阻害音、鼻音、接近音、これら全部有声音なんですね。有声の音の時には促音というのは出てきません。では、学ではどうでしょう。さっきは T で終わる、漢語でしたね。別とか。今度は K で終わる、漢語ですね。はどうかというと、学校、学会のようにもともと K、K で始まるものにくっつくと、促音が起こります。学校、学会ですね。しかし、学徒、学生、学部、学童、学業、学面、学年、学歴、学友、学割、その他の音の場合は、促音にはなりません。まあ、経験しかダメってことですね。こんな違いがあるのも面白いのではないでしょうか。では最後に、別席と特別席の違いを考えてみましょう。別席の場合、ここは、促音になりますね、別席。ただ、特別席の時には、まあ、こう別、こう無声化するんですが、特別席にはならないですよね。で、なんで特別席にならないのかということで、ちょっと構造を考えてみると、別席は、まあ、別と席をくっつけただけで別席です。特別席の場合は、特別な席ですから、特別をまずくっつけて、それに席をくっつけるんですね。ということは、別席っていうのはこれ意味として一つの塊じゃない。意味として一つの塊になってないときは、これ促音化が起きないのかもしれませんね。で、その証拠として、別項目と別項というのを考えてみると、別項は一つこう二つをつなげて一つの意味の塊なので、ここで促音化が起きます。別項目は項目が別なわけですよね。なので、別項は、これ一つ、意味として一つの塊ではありません。で、ここで促音化は起こらないわけですね。というわけで、このように、構造を考えて、同じひとまとめになっているときのみ促音化が起きるという面白い観察もあるのです。これってなんだか偽田の義汁の話に似てきましたね。はい。まとめますと、この音韻論をやってる面白さというのは、自分では本当は知ってるんですよ。日本語を喋っているので。でも自分では知っているんだけど、知っていることに気づかなかった法則性というのがあると。で、それをこう例を考えながら自分で発見できる面白さがあると。そして、やっぱり言語には構造というのが大事なんだというのが分かっていただけたでしょうか。最後、言いましたが、一番初めに言いましたが、決して今回の観察は私のオリジナルではございません。多くの例、文献などは、この論文に出ています。伊藤先生のホームページからダウンロードできますので、興味がある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。